懲りずにまた来たか。何度やっても同じだ。お前に俺は倒せねえ。お前を無理やり倒そうとしてもうまくいかねえ。お前のことは俺が一番よく分かってる。なら、もうお前だって分かってるだろ。さっき決めたことさ。知るか。この場所は自分の心の真実を映す場所だ。これが俺のサインだ。貴様。あ、そうだ、サインくれ、サイン。この葉の英雄、奇跡を起こす少年、渦巻ナルト。うちの方にも一枚頼む。あの時、一楽で頼まれて結局書かなかったサインだ。くだらねえ。里の奴らにチヤホヤされて騙されてるだけだ。お前は、あいつらは、思い出してみろ。やれんのは俺だけなんだぞ。里の奴らなんか信じるな。自分を信じてみようと思うんだ。里のみんなに信頼されてる自分っていうのはよ。あんなにこじらされてきたのに。タコのおっさんに気づかされた。お前は俺が邪魔なのか。なら俺は一体何だったんだ。お前がいたから俺は強くなれた。俺はどうすりゃいい。こんなもん簡単だろ。お前も俺なんだから今までありがとな。どうやらうまくいったんだね。喜ぶのはまだ早いぜ。バカ野郎、この野郎。これからキュービの力のコントロールをやってみるか。よっしゃ。それについてこい、ナルト。あの、僕もついていっていいですか。オッケー。滝の向こうがあったのか。ここでキュービと戦う。キュービと戦う。そうだ。うわ、これは見事ですね。ついてこい。この中へ入り、座って目を閉じ集中する。けど俺とは昔修行して心の中で自分からキュービに会うことはできるようになってんだ。お前に封印したキュービの封印術はどんなんだ。絶望。師匠封印です。師匠封印か。鍵は持ってんのか。四代目火影が残したお前の腹の封印術を開け閉めする鍵じゃ。この場所に閉じ込め封印する。ここはそういう場所でもある。オッケー。なら扉を閉めるぜ。これからキュービとのやり取りを教える。ナルト、お前に簡単。ルールは簡単。よう、相変わらず目つき悪いな。なんだってば。ここにいるだろ。お前の目の前によ。どういうつもりだ。今口が塞がってんだ。見りゃ分かんだろ。行くぜ。キュービが封印から出たら自分のチャクラでキュービのチャクラを捕まえて引っ張り抜け。オレ様も戦いに参戦。そうか、わしの力をコントロールする気だな。ハチビと組んだか。キュービの人中力とあろうものが情けない。キュービの憎しみに惑わされるな。
強い自分の意志でそいつを防備。座ったままだから、やっぱ思った通り。おお、超大玉の戦闘いけ。わしに勝てると思っているのか。捕まえたってばよ。クートン、ラセンシュリケン、今だ。やばい、負けるな、ナルト。バカ野郎、この野郎。お前にわしの力をコントロールすることなどできん。うるせえ。キュービの憎しみ、思ったより強すぎ。耐えます。消えていなくなる。ここにいていいのよ、ナルト。ナルト、なんだ、どうしてこんなとこに人が。もうわかった。お前、キュービの正体だな。女に化けて俺を騙すつもりだったんだな。キュービの違う。手羽ね。ん、手羽ね。出ないようにはしてたんだけど、興奮するとつい。あなたは大丈夫だった？私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけど。そう、私はあなたの。あ、ずっと会いたかったってば、母ちゃん。キュービカが止まった。母ちゃんに会ったら聞きたいことがいっぱいあったんだ。その前にキュービをおとなしくさせなきゃ。このジャク、クシダか。でかした、ヤマト。いや、僕の力では。ナルト自身の力で止まったようで。愛してる。すっげえ安心。やったわね、ナルト。母ちゃんは今。これでミナトのところへやっと行ける。行く前にあなたに言っておかなきゃならないことが。あなたが生まれた16年前の事件、その真相を言っておく。